さあ始まりましたカメリパチャンネル。宮中薫誕生日おめでとうプレゼント大作戦。せーの、やっていこう。ずっと君を忘れたくないから、今僕にある君の全てを。あ、なんだろう、なんだろう。もちろん誰からかっていうのは最後に発表されますのでね、はい、まずは中身ですね。あら、かわいい。なんでしょうか。かわいい。これは、これはリップかな。え、すごいちっちゃいの。すごい。今の見方がね。そう、すごいちっちゃいの。え、リップっぽい。リップ、うん、ドトム。あ、リップって書いてある。お、リップっぽい。プル、リップ、リップ、リップ、いいですね。可愛いです。色ついてる。はい、色ついてる、いい感じの。いいですね。こちらコメントをいただいております。はい、カオルン本当にお誕生日おめでとう。25歳ということで、はい、女のつぼみが開花していく時期です。赤くなって、売れて、女性として輝いてください。以上です。そう、エロティックですね。エロティックだな。捉え方次第です。あ、そうそうですね。どうですか、感触としては。え、なんか女子力高いなって思います。うん、かわいい。アナップの袋いきましょう。はい。はい。はい、あら。まあ、これ袋とね、中身は一致してるとは限りませんので、ね、あのカモフラージュというか隠すためです。年季入ってません。ちょっと思った。年季入ってません。うん。いただきます。オープン。あら、え、紫の服です。お、本当だ、カオルンカラーじゃん。お、そうですね。見たことないかも。紫、確かにね、ないね。自分のカラーと言いつつ白しか見ない。白か黒、そう言うね。白か黒か緑。え、すごい。頑張って緑着てたから。あら、いいじゃん。え、しかもこれからの季節だ。カオルンめっちゃ似合いそう。しかも嬉しい。めっちゃいい形ですね。めっちゃいい形ですか。嬉しい。かわいい。いいじゃないですか。ありがとうございます。コメントいただいております。はい、後ろの先輩。あ、後ろ。お誕生日おめでとうございます。後ろはいつも優しくて面白くてお姉ちゃんみたいな存在です。お姉ちゃんみたいな存在。これからもいっぱい甘えさせてください。そして私にも甘えてください。メンヘラ後ろんだけど、どんなカオルンも大好きです。あ、このプレゼントを選んだのは、普段色物の服を着ないということなので、担当カラーでカオルンに似合いそうなトップスにしました。これから夏ですし、半袖でバーベキューとかやっちゃってください。これからも牛のように魅力的な女の子になってください。以上です。いじってません。いじってませんか。大丈夫ですか。牛のように魅力的。牛に魅力を感じてるのに、まずこの中に。魅力。あ、色変え。牛はでも魅力的でしょ。牛は魅力的なんですけど。うん、嬉しいです。色物の服くれるの。自分じゃね、ちょっと挑戦するの怖いんで、こうやって人にいただけると。ちょっと私の骨格もちゃんと見てくれたのかなって思いました。あー、なるほど、ね。うんうん、私あんまこうやって締めるの良くないんですよ、ね。うん、首と顔一緒になっちゃう。はい、次行きます。かなちゃんカラーの、かなちゃんカラーの袋に入ってます。あれ、めっちゃかなちゃんカラー、かなちゃんカラーなんですけど、めっちゃかなちゃんカラー。あ、あいたなんだ、じゃん。ええー、かわいい。これ何ですか。グッドデイミルクって書いてある。すごい潰れてる。あ、これね、なんかね、結構びっくりしたよ。あ、そういうこと。なんかね、入れ物。え、かわいい。超かわいい。なんかさ、メイク道具とか入りそう。ね、入りそう。リップとかさ。え、かわいい。かわいい。かわいい。確かに。コメントの方をいただいております。はい、そしてプレゼントは、牛乳瓶の形のポーチとですね。かわいい。で、コメントはこちらです。カオルン、お誕生日おめでとうございます。カオルンと言ったら牛。牛しかないと思い、探しに探し回ったら運命的に牛に出会いました。カオルンがすでに持っていないことを願います。持ってないです。すごい。なんかめちゃめちゃいい、めっちゃ可愛い、いい反応でしたね。めっちゃ可愛いです。いや、牛乳瓶よく見つけましたね。すごい、すごい。
ありがとうございます。牛も好きだし、牛乳も好きです。牛乳も好きです。もう危機牛乳上がってると思うんで見てください。そうですね。何これ何牛乳牛乳牛乳すごい可愛い。え、可愛い。可愛い。なんか後ろもちゃんと成分みたいな。ね、そう書いてあるもん。すごい可愛い。名称ミルクって書いてある。そんな靴下あんの。すごい可愛い。それ一つですか、そんな場合。いや、まだあります。一つだったっけ、これ。まさかのね。なんかね、これ3000円なんかね、入れ方雑。なんかね、1個にまとめてベコって持ってるの。本当だ、なんか1個やったぞ。家の服持ってきたみたいな。確かに。ドン。え、何これ、何これ、え、以上ですか。あ、はい、カメリカカローじゃん。本当だ、なんでしょ、なんで、はい、ではコメントをいただいております。はい、ハッピーバースデーカオルン。牛さん大好きで、はい、普段もモノトーン着てて似合うけど、25歳なんでカメリパなんで、やっぱりいろんな色のカオルも見たいし、似合うの知ってます。ラフに使えるし、カメリパカラー全部になって、あ、全部に染まってみてください。カジュアルな時に着てね。だとしても明るい色ですよ全部。そうね、なんか気づれには気づれ。それでは第3位、こちらのリップです。おお、さあ、そちらのリッププレゼントしてくれたのは誰でしょうか。はい、おお、はい、ドカンさん、ありがとう。実はちょっと1個仕掛けがあるんです。何、ちょっとつけてみてほしい。でもどんどんだよ。ちょっとだけでいいんだよ。ちょっとだけでいいの。はい、まあ、ちょっとの方がいいです。ちょっとの方がいい。ちょっとの方がいい。紫色になるとかですか。いや、何？ちょっと今ベロについたんだけど、すごいビリビリするな。辛い、何これ。これあのなんか唐辛子の成分が入ってて、唇がプルッとするんです。ビリビリする、ビリビリする、プルッてするやつ。そんなですか、プランパー的なやつ。多分そうだと思う。いやでもちゃんとカオルンが、え、もうこれにしようって決めて、こう買いに行った時に、でもちゃんと一番辛くないやつにして。一からってことですね。唐辛子3個マークついてますから。でも唇がいい感じの色になるかな。すごい、いい感じのプル感が出るから、可愛くなるかなみたいな。ピリピリする。辛いです。さあ続いて、じゃあ第2位、はい、こちらの牛乳瓶のポーチです。おー、可愛いってね、すぐ言ってましたね。かわいい。さあこちらの牛乳瓶の形のポーチ、はい、プレゼントしてくれたのは誰でしょうか。はい、おお、はい、桜田です。出ました。いやもうでも、ありがとう。はい、ということで第2位は桜田のでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。さあ、それでは最後、一番欲しいものをくれたぞ、はい、ありがとうというプレゼント選んでください。どうぞ。私が一番欲しいのはこちら。またやっちゃった。またやっちゃった。こちらのお洋服です。はい。みんなが分かってる。さあ、また反応してしまいましたが、こちらのプレゼント誰でしょうか。はい。ありがとう、りんちゃん。素晴らしい。リンチかと思った。私もこっちだと思ったの。違うよ。だってどんな人だと思ってんの。特殊な靴下選んでくるのリンちゃんなの。そうそうそう、靴下絶対リンちゃん、ね。確かに。でもさすがにこれはないよ。いや、リンちゃんならちょっとやりそうな気が。ありがとうございます。もかわいい。カオルンが着れそうな色の、で黒白じゃない、しかも紫を選んで、これからの時期で。あとこれ前と後ろどっちでも前にできる、すごい、前と後ろどっちでも前にできる。これ2way なんです。2way 丸首がいいなって時はこっちに、はいはい、最近はこっちのスクエアが流行ってるの。
ほう。なんか、で、ちなみにこのバナナのくしゃくしゃとかなんか言ってましたけど、ちょっとネギがね、ネギとか言ってたけど、新品だし、あ、新品だ。これもお金払って、それを何を取ってなのかって、これさ、これちょっとアナプの、アナプの店員さんにもあれ、やばるぞ、やばいやばい。ありがとうございます。選んでいただいて、いいですね、これだからこう来てくれるの楽しみじゃない。楽しみです。でちなみにこれは、はい、運営からのプレゼントになるので、はい、担当から関係なくていいので、KPL で汗かいた時に来てください。あ、はい、はい、きます。宮永さんはその蛍光の黄色ですね。あ、厳しいな。あ、すごい厳しいな。一番気にねーなって思ったやつ。逆にね、蛍光黄色、あ、全然かん、あったら、あ、あったら、あ、そうかな、これで来る、あ、来るな、来る、すげえ、来るな、おちょっと歩きで私、はい、ということで、本日は宮永かおるお誕生日おめでとう企画でした。ありがとうございました。ありがとう。いつぐらいからその、はい、なんですか、モノトーン、気づいたのは高校生ぐらいですね。結構早い。あ、私ファッションセンスないわって思って白と黒、そっちなんですか、はい、そうです、そうです。牛はでもあれじゃないですか、ファッションセンスある方じゃないですか。牛はどういうことですか。どういうことですか。牛は、はい、牛を好きになったのは中2なんですけど、はい、なんかギター始めたのはみたいな言い方的に。牛好きになったのは中2なんですけど、はい、きっかけなんですか。え、何ですか。牛を好きになった、あ、一目惚れです。はい、恋、恋に落ちた。初恋と同じ感じでまた言ってます。じゃあカオルの初恋は牛だった。あ、そう、もう大好き、牛一つ、ラビュー、ラビュー、ラビュー。し続け答えばかり、今は何もわかる。